おっちゃん、ワンちゃん、おばあちゃん、どうも、びっくりしてございます。今日はですね、おばあちゃんの部屋で動画を撮っております。というのも、おばあちゃんに感謝を伝えようという企画でございます。はい、感謝を伝えましょう。日々ね、ご飯を作ってくれたりと、いろいろやってくれてるわけで、何かできないだろうね。ということで、今回は題して、おばあちゃんを喜ばせろ、なんかしようぜ選手権。じゃあ、今日のゲスト、おばあちゃん、どうぞ。あら、こんな格好してやら、ハメに座布団ないと、はい、あ、座布団ね、いやいやいや、これ持って何すんの、これ畑の虫じゃん、そう、こうやってこんな、あら、かわいい、かわいい今日はね、おばあちゃんの、一つのお願い、なんかね、叶えてあげようと思って、今日は何してほしいですか。畑耕してほしいの畑耕すの？マジ？趣味の農園はね、あるね、あるね、まあ、了解です。まあ腰もね、少しね、痛いだろうしね、じゃあね、畑を耕すと呼んでいきましょう。じゃあおばあちゃん、その次のシーンに切り替わるために一言お願いします。じゃあ畑に行く準備をしてきます。はい、はい、行ってきます。行ってきましょう小林さんにも連絡しなくちゃ。小林さんも呼ぶのだっていいダメ畑に着きました。こんな感じです。小林さんもいらっしゃいます。恥ずかしい。思った以上にでかいです。背が伸びたね。ここね大きくなったね。ありがとうございます。この辺とこの辺ですね。結構大きいのでね、腰を痛めないように安全運転でやっていきたいと思います。では早速ね、畑を耕しておばあちゃんを喜ばせましょう。よいしょ。これね、ナッパ。はい、お、なんか出てきたぞ。袋？ゴミ出てきたな。はい、ということでこんな感じで綺麗に耕せましたね。はい、褒めて使わせたゴロなしかね、なんかね、痩せた気がする。たまにはね、こういう動画もいいんでしょうかね。次の動画でお会いしましょう。またね。